やっぱりね、1週間前ってことで、ここでしかまだ見れてないので、あ、じゃあちょっと、いた、メニュー画面はどうなってるんですかってことで、メニュー画面ちょっと、さっきの画面は、さっきの、あの、あれですかね、あ、まだキャラクター紹介できないのか。あ、出ますね、もう。お、こちらがキャラクター紹介のページになりますね。やっぱり皆さんが一番気になる秀吉を気になりますね。秀吉、悪魔やーって見たら悪魔なんちゃらやーって見たらいいだと思うけどあ、これあの、後で出てきたら全員分ちゃんとここがまた埋まるんですね。そう、今出てきたのはちょうど紹介された3人がもう出てるって感じですよね。そう、順番に飲んでますね。バトラとジョージが、まだエヴァさんが出てない。はい、まだちょうどこれが終わってからですね。およしなさいな、バトラ君、耳にタコができちゃってるんだから。質問しますよ、金蔵なんでいないの？あのキャラクター紹介のとこに金蔵いました？金蔵はですね、あれ金蔵いない。はい、いないですね。さっきのだって詐欺出てきましたもんね、ええ、あ、まだいないんだ。あれだって金蔵じゃなかったんですよ。あまあいいや、置いとこうなんかすごいしんどしちゃったから置いとこう。見なかった、聞かなかったことにして原作通り、本当でも原作通りで、そうですね、はい、あまり余計なことしない。なるほど。ちょっともう見れる場所ってどこですかね。まだこれはないですね。この辺はセーブロード系のものなんで、はい、じゃあちょっとじゃあ進めていこうかな、はい、これじゃあ。でもいいじゃないですか。あ、どうしよう、またオートモードにちょっと。あ、そうです。あ、なんか待って、上のマーク、上のマーク何なのって。今左上にマンタン TV さんのマーク、ね、あ、うちの番組のマークですね。そうなんです、はい。これはあのゲーム上には出てこないので、はい、今だけできちゃうかもしれない。あそれやってみないとわかんないたまにもしかしたらマンタン TV バージョンのミネコもあるかもしれない。世界のマンタン TV。 おっと、新しいマジか。あ、じゃあちょっとオートモードにちょっと知っていただいてよろしいですか。このボタンを押す。飾れる武勇伝があるってのは、はい、男としてかっこいいことだと思いますよ。俺なんか飾るような話は何もないですからね。あら、そう、バトラ君なんかそのルックスでいっぱい女の子を泣かせてそうだから、さぞかし武勇伝が多そうだと思ったんだけど。うわー、ただただただ、ちょ、情報弾じゃないっすよそんな妙な武勇伝あるわけないじゃない。むしろ紹介してほしいくらいっす。あら、あるんでしょう武勇伝おばさんにも後で教えてね。ジョージったら、そういう浮ついた話が全然ないんだから本当だチャットが楽しそうで、一緒になんか喋りたいんですけどどこまで拾っていいのかわからないのであ、中川さんもあるんでしょ、武勇伝って。それありますね。お、じゃあちょっと聞こうかな。マカラ君、ルドルフさんを見なくて。キリエキタ、さっきお手洗いに行くのを見ましたけど、まだ出てこないんすか。こりゃぽっくり行っちまったかな。うなむ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 。自分のお父さんにそんな言い方はないでしょ。まあ、あの人のお手洗いが長いのは今に始まったことじゃないしね。あんにゃるは昔っからそうです。雑誌持ってトイレに入るのやめてほしいんすよね。何の雑誌持ち込んで何してんだかあら、そんな心配は全然不要よ。私と一緒にいる以上そんなこと一人でさせやしないもの。何の話か、後でじっくり聞きたいっすね。親父め、玉まで握られてグロでも出ないわけ。握っとかないとどういうことになるかよく分かってるでしょ。いやいや、全く、あのクソ親父の手綱はキリエさんにしか無理っすよ。実の息子の俺も喜んで譲っちゃいますわ。ええ、任せてちょうだい、そういうの得意なのよ。
すごいチャットの方も盛り上がってますね。あれ、動かなっちゃった。バトル。なんだよ、親父。ね、うわ、うわ、今。あ、そうですね、今。ちょっと、いたためていいですか、今、揺れましたよね。ブルブルブル。え、今、今、これがブル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 って。ここ、地震速報出るんですよ。嘘。ちょっと局地的すぎて、振動が、振動が来ました、こちら。そうで、一応今耳イってやられちゃったんで、それと一緒にガーって、そうなんです、そういうのもじゃあありますね。じゃあ今後でもいっぱい出てきそうなシーンありますもんね。なんで意外と今みたいにオートモードでこうコントローラー離してる時にやると、うん、わーそうですよね、だって机がいきなりガーって今揺れたんで、そうなんです、ね、あ、こういう演出もあるんですね、はい、ありますね。じゃあ、これはもう本当長ではですね、はい、じゃあ引き続きいきたいと思います。また母さんと俺の悪口を言ってたろ。なんでお前には父親に対する尊敬の念ってやつがわかねえんだ。うわいいね。すごい揺れた。クソ親父、俺の耳伸ばしたって空は飛べねえぞ。ほれほれ、なんて大変大変大変、どんどんさらに2倍。失礼なこと言ってごめんなさい。ここちょっと原作とセリフ変えるんですよ。冗談じゃねえぜ。あの、そういうのは会員制のお店でやりやがるってんだ。だから離せって。チャットが楽しそうで羨ましいです。息子に乱暴してるんじゃないわよ。で言ってよ姉貴。エヴァ姉さん、そのくらいにしてあげてください。同じ分、後で反対の耳を私が引っ張って伸ばしておきますので。あら、ごめんなさいね。キリエさんの引っ張る分も残しておかなくちゃ。ルドルフ、後でたっぷりキリエさんにお仕置きしてもらいなさいね。バク、姉貴こそ弟いじめもいいとこだし、秀吉兄さんもこんな姉貴を拾ってくれて本当にありがとうございます。ん、チャットはね、今参加してないですね。こちらの満タン TV の方は音声で拾っていきたいと思います。じゃあ続きます。兄さんの寛大さがなかったら今でもまだ売れ残ってますよ。弟として申し訳ないです。誰が売れ残るって24時間じゃ。ルドルフ、側頭部直撃だと一発で混沌するわよ。この間演舞でミスって相方泡吹いちゃったんだからね。いやいや、足癖の悪い姉貴で本当に申し訳ないです。わしには兄弟がおらん。だからエヴァとルドルフ君のじゃれ合いを見とると胸がポカポカしてくるんや。兄弟や家族はほんまにええもんやな。あら、ジョージ君に弟を作ってあげるという話はないんですか。もうジョージ君も立派な大人になって手も離れたでしょうから、次の子がいてもいいでしょうに。おいおい、キリエ、生まれてくる子の苦労も考えてやるよ。よくこの性悪姉貴から生まれてジョージ君はあんなにもまっすぐ育ってくれたもんさ。本当にジョージ君は偉いな。うちのボンクラに今度爪の赤を分けてやってくれよ。そんなことないわよ。エヴァ姉さんの教育が間違ってなかったからジョージ君はあんなに素直ないい子になったんだから。ですよね、姉さん。あらあら、そんなどうかしら。うちのジョージもまだまだ頼りなくって。そうそう、それより双子のエンジェちゃんはどんな具合なの。吐いちゃったって聞いたけど。そうやそうや、
久しぶりに顔が見れると思って期待してたんやで。名前だけで。いつも季節の変わり目に風邪をひくんです。どうも弱くって、本当は連れてきたかったんですけど、今回は私の実家に面倒を見てもらっています。それが賢明よ。本家の毒気に当てない方が治りは早いもの。大人の都合より子供の病気の方が大事よ。わしな、白風邪に大きく薬吸っとんや。帰ったらすぐ送るさかい、使うてくれや。ありがとうございます、秀吉兄さん。いつもお世話になりっぱなしで。まだ天候調査中がなくならないね。ちょっと天気が怪しいものね。また台風か。親族会議が毎年10月ってんじゃ。これは宿命だぜ。もうちょい時期を選んでくれりゃいいのによ。どうかね。私もお盆の時期にやってくれればっていつも思うわよ。ならルドルフ、それ今回の会議でお父様と兄さんに提案してみればいいじゃない。冗談、姉貴が言えよ。俺が何を言っても兄貴は聞かねえよ。いやよ、私は別に10月でも困らないもの。ルドルフが台風が嫌だからって言うから提案したらって言っただけよ。俺は台風が来るのはいつものことだなって言っただけだろ。お盆の時期がいいって言い出したのは姉貴だぜ。あら、去年ルドルフも言ったわよ。お盆の時期なら仕事のスケジュールとも合わせやすいのにって。言ってねえだろそんなこと。よ、言ったわよ。私そういうのは絶対忘れないもん。いや言ってねえよ。言ってんのはいつも姉貴だよ。知ってる、寸止めって高等技術なのよ。ちっ、いい年した女がはしたないことばっかしてんじゃねえぜ。普段は父親や母親として振る舞っていても、こうして親族会議で元の兄弟に出会うと子供の頃の自分に戻っちゃうからだろうね。と冷静に分析できるジョージ兄貴の方が